今宵、シャープペンシルの王者が決定する。使うことの喜びを、文録チャンネル。どうも、文録チャンネルです。というわけで、ついに始まりました。文録チャンネル特別企画、シャープペンシルランキング2022。今、日本の文房具店で買える数あるシャーペンの中から50本を選出し、その中から史上最高のシャーペンを決めようというビッグプロジェクトであります。今回はスペシャルということで、いつもより動画の尺を拡大してお届けしています。それではルールを説明します。シャーペンをエコノミー部門、コアライン部門、プレミアムライン部門、ラグジュアリー部門、審査員特別部門、以上5つの部門に分けて選出していきます。そして各部門から1本だけが最終決戦へと進出、最終的にシャーペンの王者が決定します。シャーペンの評価軸としては、使用性、書き味、センス、素材、重量感、快適性、独自性、品質、価格、ストーリー、以上10の視点から多面的に評価しています。ランキングを発表するのは、1番隊大将小西幸永、2番隊大将加藤清正、3番隊大将黒田長政、4番隊大将島津義弘。以上4人のナビゲーターです。まずはエコノミー部門のシャーペンランキングの発表です。小西さん、お願いします。はい、エコノミー部門のナビゲーターは私が担当するよ。肥後の国の南半国を有し、本拠を宇都に置く海の司令官こと小西幸永だ。以後お見知りおきよ。エコノミー部門は価格400円以下のシャーペンを対象としたランキングになっている。学生でもお小遣いで買える低価格帯のシャーペンが揃っているよ。安いからって甘く見ちゃいけない。安くても優れたシャーペンはいくらでもあるんだ。シャーペンにあまりお金をかけたくない人でも、このランキングを見ればきっと自分に合ったシャーペンが見つかるはずだ。シャープペンシルランキングエコノミー部門トップ12。第12位、セーラーフェアライン。これはシャープペン市場ではおそらく最安値のシャーペンだろう。特別な機能があるわけではないけど、シンプルを極めたシャーペンになっているね。プレーンなものが好きな人には適した商品だと思うよ。第11位、ユニベリーシャラク Z。 事務用シャーペンの定番品だよ。ラバーグリップの形状が絶妙で、どんな握り方をしても手にフィットする。スライド式斬新少量機構を備えていて、残り3ミリまで書けるから2本目の芯の繰り出しもスムーズだよ。第10位、コクヨ鉛筆シャープ。国内文房具メーカー最大手のコクヨが力を入れているシャーペンシリーズだ。鉛筆が基本コンセプトになっていて、さまざまな芯形がラインナップされている。シャーシンは上の穴からスッと刺して入れるだけで OK。 これがよくできたもので、ちゃんと芯が穴から落ちないようになってるんだ。第9位、ステッドラー92575カラーズ。ステッドラー日本が手掛ける製図用シャーペン92575を一般筆記向けにカジュアルなデザインにしたものだよ。だから内部構造は結構しっかりしている。実用性も高いけど、カラーバリエーションが豊富で、ペンケースの彩りに用いるとおしゃれだよね。第8位、オート木軸シャープ。鉛筆みたいな細い木製のシャーペンだよ。まるで原点回帰したような商品だけど、これが意外と書き味がやみつきになるんだよね。持った時の質感も心地よいし、軽くてとても使いやすいシャーペンだ。第7位、ファーバーカステルグリップマティック。ドイツのブランドのシャーペンだけど、これは中国製だよ。筆記してると自動で芯が出てくる機構を備えているから、1回のノックで芯がなくなるまで書ける優れものだ。
ガイドパイプがプラスチックでできているから書き味が柔らかいのもいいよね。第6位、パイロットエアブラン。神経は 0.3 ミリと細いけど、しっかり筆圧をかけて安定した筆記ができるよ。ラバーグリップも指に優しいし、ノートの書き取りにも最適だ。おしゃれなパステルカラーのラインナップが揃っていて、女性が使っても違和感がないよね。第5位、桜レトリコ。芯折れ防止用のクッション機能を備えていて、滑らかで柔らかい筆記感が楽しめる。スタイリッシュな十二角形のグリップは指に吸い付くようで、口金からノック部にかけての形状はレトロな味わいがあって愛着が湧いてくる。第4位、トンボモノグラフ。モノブランドらしく、よく消えるスティック消しゴムと一体化したシャーペンだ。振ると芯が出るフレノック機構も備えていて使い勝手がいい。トンボ鉛筆にとってはコアラインともいえる主力商品なんだが、こんなに安い値段で売っていいのかな。エコノミー部門に入れるのはもったいない。コスパ最強の筆記具だよね。第3位、プラチナオレーヌシールド。これは芯が折れないシャーペンのパイオニア的存在だよね。クッション機構が力を吸収して、ラバーグリップが指先の疲れを和らげてくれる。そして芯を最後まで無駄にしない設計になっていて、至れり尽くせりだ。これだけの機能をこの価格帯で実現しているのは、プラチナの企業努力の賜物だと思う。第2位、ペンテルタフ。ただただもうとにかく書きやすい、その一言に尽きる。シリコングリップがすごく心地いいし、腰のある消しゴムが驚くほどよく消えるから、授業も会議もこれ一本あればこと足りるだろう。思うままにガシガシかけてガシガシ消せる。見た目は無骨だけど、実用性で言えばおそらくこれは最強の部類かと。それでいて値段はたったの350円。もう驚くしかないよね。ということで、これまでのランキングはいかがだったかな。安ければ悪いというわけじゃないということはもう分かってもらえたと思う。それじゃあエコノミー部門第1位の発表だ。第1位、ゼブラカラーフライト。なんといってもヨーロピアンテイストの色使いがおしゃれで綺麗だよね。ポップだけどうるさくなくって、ところどころにエスプリが効いている。軽くて六角形軸も握りやすくて筆記しやすい。無駄という無駄がそぎ落とされていて、実に洗練されている。消しゴムがすぐに使えるところも便利だし、火の打ちどころがないよ。カラーフライトはシャープペンシルをファッションへと昇華させたゼブラ屈指の傑作だと思う。というわけで、エコノミー部門の第1位はゼブラのカラーフライトだったよ。第1位に選ばれたカラーフライトは、これから最終決戦へと駒を進めることになる。最終決戦でも健闘してくれることを祈っているよ。以上、小西行長でした。じゃあね。はい、というわけでエコノミー部門でした。メーカー各社が入り乱れて接戦でしたね。続きまして、コアライン部門のシャーペンランキングの発表です。加藤さん、お願いします。よし、来た。コアライン部門のナビゲーターはこの俺、加藤清正が務めよう。肥後の国の北半国を有し、殿下に名高い名城、熊本城を築城したのはこの俺さ。覚えててくれよな。コアライン部門は価格が400円以上900円以下のシャーペンを対象としたランキングになっている。シャーペン市場としてはこの価格帯のラインナップは最も中核といえるもので、人気商品が数多くラインナップされている。この市場を制するものがシャーペン市場全体を制すると言えるから大事なところだ。シャープペンシルランキング、コアライン部門トップ12。第12位、オートプロメカ500。オートの製図用シャーペンのエントリーモデルがこれだ。これで500円は安い。この値段で本格的な製図用シャーペンを所有できると思うとだいぶお得だよな。真鍮製の口金は
文字が見やすい3段テーパーになっていて、ボディはアルミニウム製、低重心でとても扱いやすいものになっている。第11位、ファーバーカステル TK ファイングリップ2。ドイツの歴史ある筆記具ブランド、ファーバーカステルが出している細軸のダブルノック式シャーペンだ。生産国は日本。グリップには滑りにくいラバーグリップを採用。クッション機能付きで快適な筆記をサポート。PVC フリーの回転繰り出し式イレーサーがかなり使える。第10位、ロットリングラピッド。ドイツ発祥のブランド、ロットリングの一般筆記向けのシャーペンがこれだ。これも日本製だ。この価格帯としては珍しいリトラクタブル式の構造になっているが、一切ぐらつきを感じさせず力強い筆記が可能だ。コストを抑えつつも随所にロットリングらしさを感じ取ることができるリーズナブルな一本だな。第9位、パイロットフレフレ。本体を振るとシャーシンが出てくるフレフレ機構を備えたシャーペンだ。シャーペンをノックする煩わしさから解放されるな。グリップ部から先端にかけて槍のように尖った形状は手元も見やすく本当にかっこいい。この戦闘機みたいなスポーティーなフォルムは見ているだけで熱くなってくるよな。第8位、ペンテルグラフギア500。これは文録チャンネルではたびたび紹介されていて、すっかりおなじみになったシャーペンだよな。低重心設計でとにかく書きやすい。500円という庶民的な値段でありながら、かなり本格的な金属ローレットグリップがついているのも大きなアピールポイントで、ローレットの質感の醍醐味をたっぷりと味わうことができる。第7位、ステッドラー92515。これはステッドラー日本が開発した人気製図用シャーペンシリーズの一つで、ランクとしてはミドルクラスに当たるな。製図用シャーペンとしての使いやすさは維持しつつ、随所に人気シリーズのエッセンスが組み込まれている。しなやかなエラストマーグリップは指に優しく寄り添い、上質なマットブラックのボディは利用者の気分を高揚させてくれる。くぅ、かっこいい。第6位、トンボモノグラフゼロ。消しゴムで有名なモノシリーズの上位モデルだ。細かい線をピンポイントで消すことができる。金属製のグリップを装備しているから製図にも最適だ。これが500円で買えるなんてとても信じられないよな。この商品の向かう先は1000円台のハイクラスシャーペン市場だ。コアライン部門のランキングで扱うのは役不足だよな。明らかに一つ上のフィールドで戦うべきものだったと思う。第5位、ペンテルグラフペンシル。このシャーペンが発売した年、知ってるかい？1965年だよ。半世紀以上も前から続くロングセラー商品だ。まだ当時はメカニカルペンシルというものは珍しかった。昭和レトロな雰囲気が漂ってくるシャーペンだけど、今日のセンスで見てもかっこいいよな。昭和の技術とは思えないほど書き味は絶品だ。その後、技術の進歩に伴って細い神経のモデルも開発されていったんだけど、現在では 0.5 ミリ神経の PG5 だけが唯一製造されている。なんとしてもこれだけは廃盤にならないよう、俺たちみんなで応援していかなければいけないな。ここまでの結果はどうだったかな？君の推しているシャーペンは入ってたかい？それから船外佳作が一本ある。プラチナゼロ芯。これはシャーペンの先端がチャックになっていて、芯が0ミリになるまで書ける優れものなんだけど、今年廃盤になったということでランキング対象から外されたんだ。これがなくなったことでプラチナは現状ではこの価格帯のシャーペン市場から事実上撤退した状態になっている。しかし
これを外すにはあまりにも惜しいから、船外佳作ということで紹介させてもらった。まだ店頭に置いてある場合もあるから、早いうちにゲットしておこうな。第4位、ゼブラ、レルガード。筆記時に芯を絶対に折らないこと。ただこの目的のためだけに徹底的に考え抜かれて開発されたシャーペンだ。強く筆記した時、縦にかかる力を干渉するスプリングがついているばかりでなく、斜めにかかる力に対しても先端の金属部が自動的に出てきて芯をしっかりとガードしてくれる。これには思わず、おおと声に出して感動してしまうよな。デルガードは学校教育上利用促進すべき筆記具として初めて日本 PTA 全国協議会に推薦されたシャーペンでもある。まさにシャーペンビギナーにはもってこいだよな。第3位、ペンテル、オレンズ。筆記時もガイドパイプが常に芯を保護しているユニークなシャーペンだ。ガイドパイプを紙に押し当てて筆記する感覚はなかなか面白い。芯径 0.2 ミリの極細芯は世界で唯一ペンテルだけが実現している特殊な技術だ。もちろん筆圧をかけて書いても大丈夫。極小の文字も書けるし、緻密なイラストも書ける。さすがは世界で初めてハイポリマー芯を開発したペンテルだけのことはある。これがペンテル品質。これがペンテルの男気だ。第2位、パイロット、ドクターグリップ。去年発売30周年を迎えて限定カラーが大ヒット。ますます勢いに乗っているシャーペンだ。今でこそ珍しくなくなった太軸ラバーグリップだけど、それを初めて試みて商業的に成功させたのはドクターグリップだ。人間工学に基づくグリップ形状は筆記時に筋肉にかかる負担を軽減して長時間筆記しても疲れない作りになっている。手のしびれや肩こり、ペンダコに悩んでいる人はぜひこれを使ってみてほしいな。これまでの結果どうだったかな。みんなもよく知っているシャーペンばかり出てきて白熱したね。ドイツブランドの商品も含めて選ばれたシャーペンはことごとく日本製だったっていうことで、改めて日本は世界一の筆記具大国なんだなと認識させられたよな。最後にいよいよコアライン部門第1位の発表だ。第1位、ユニ、クルトガ。ま、当然って言えば当然だよな。クルトガは今となっては日本で一番ポピュラーなシャーペンだし、学生の間では知名度 100% っていうしな。その実力がこのランキングにも反映されたってわけだな。他の追随を許さないクルトガの特徴については改めて説明するまでもないよな。だいたい書いてるうちに芯がくるくる回転して先が尖ってくなんてすごすぎるよ。美しい日本語を書くならクルトガの右に出るものはなし。日本の技術の高さを世界に見せつけ、シャーペン市場に金字塔を打ち立てたユニの大傑作、それがクルトガだ。というわけでコアライン部門の栄えある第1位に輝いたのはユニのクルトガだった。第1位に選ばれたクルトガはこれから最終決戦へと駒を進めていく。俺の一押しのシャーペンだから最終決戦でも獅子奮迅の活躍をしてくれると思っているよ。以上、加藤清正でした。じゃ、またな。はい、というわけでコアライン部門でした。有名なシャーペンがいっぱい出てきましたね。続きまして、プレミアムライン部門のシャーペンランキングの発表です。黒田さん、お願いします。どうも、プレミアムライン部門は僕が担当します。豊前の国中津城城主軍師官兵衛が嫡男、黒田長政です。よろしくお願いします。プレミアムライン部門は価格が900円以上1800円以下のシャーペンを対象としたランキングになっています。一般的なシャーペンよりもちょっと値段が高くなった上質なラインナップになっていますね。値段が高くなった分、機能が強化されていたり素材がいいものになっていたりします。
このクラスだと比較的製図用シャーペンの割合が多くなってきます。どんな結果になるのかと僕自身もワクワクしています。一緒に見ていきましょう。それではスタート。シャープペンシルランキング、プレミアムライン部門トップ12。第12位、プラチナ、プロユース171。収納とクッション2つの機能を取り入れたシュノークシステムを搭載した製図用シャーペンです。先端パイプの長さを自由に調整することができ、新クッションのオンオフを切り替えることで自分好みのシャーペンにカスタマイズすることができます。第11位、ゼブラ、デルガード、タイプ LX。 芯を確実に守ってくれるデルガードシリーズの上位モデルです。グリップが金属になっていて、低重心で安定した筆記を可能としています。見た目にも通常のデルガードより高級感が増しています。第10位、ラミーロゴ、ドイツの高級筆記具ブランドからランクインしました。少し時代を感じさせますが、この見た目のかっこよさはさすがラミーと言わせるものがありますよね。書き味も日本のシャーペンとはだいぶ印象が違います。第9位、パイロット S10。 パイロットの製図用シャーペン、 S シリーズのミドルクラスモデルです。グリップに金属が使われていることで通常モデルの S3 と差別化しています。ローレット加工されたグリップは滑りにくく、低重心でしっかり安定した線を引くことができます。第8位、ユニアドバンスアップグレードモデル、クルトガシリーズアドバンスの上位モデルです。デザインも質感も通常のクルトガとは比べ物にならないほどスタイリッシュなものになっています。なんといってもパンチンググリップがかっこいいんですよね。第7位、オートプロメカ1000。高機能製図用シャーペン、プロメカの上位モデルです。定規に合わせてガイドパイプの長さ調節ができ、外出時は完全に収納することができます。低重心で書きやすく、メカっぽいデザインが秀逸です。第6位、ロッドリング500。ドイツ生まれのブランドロッドリングの製図用シャーペンのいわゆる数字シリーズの一つで、比較的リーズナブルな方かと思います。同軸部分がプラスチックで、グリップ部分が金属という構成になっていて、低重心で安定したドローイングを可能とします。第5位、ペンテルグラフギア1000。製図用シャーペン、グラフギア500の上位モデルです。重量感あふれる金属ボディとラバーグリップの組み合わせが異彩を放っています。先端パイプがクリップを開くと一瞬で格納されるからとても便利。これだけの機能を盛り込みながら全くブレなく書ける、本当に優れものです。第4位、パイロットレグノメイプル。レグノはイタリア語で森林を意味しますが、これは木本来の素材の質感を楽しめる、とてもシンプルな温かみのある基軸シャーペンとなっています。少しくぼみのある軸のラインが絶妙で、とても持ちやすくなっています。第3位、ペンテルスマッシュ。一般筆記用のシャーペンでありながら、内部機構は製図用シャーペンになっていて、とても強固なプロ仕様の構造になっています。金属グリップから突き出したラバーグリップのプチプチとした感触はスマッシュだけでしか味わえない不思議な感覚ですね。パワフルにガンガンかける頼もしいやつです。第2位、コクヨ鉛筆シャープタイプ MX。 これは大穴でしょう。シャーペンの多くが学生をターゲットとして作られているのに対し、こちらは大人向けに作られた商品となっています。ビジネスマンっぽいシックな雰囲気を持ちながら、同時に学生時代の頃に憧れたようなメカニックなかっこよさも兼ね備えていて、素晴らしいデザインだと思います。消しゴムの機動性は抜群で、アイデア出しがはかどります。書きやすさよりも仕事能率の向上を追求して作られたシャーペンという感じがします。はい、ここまでの結果どうでしたか？どのメーカーも上質なものを作っているという感じがしましたよね。さあ、いよいよプレミアムライン部門第1位の発表です。第1位、ステッドガー92525。このローレットグリップの感触は唯一無二ですよね。重量感もベストですし、もう単純に書きやすさだけでもこれが一番いいんですよね。それでいてこの値段の手頃さ、文句のつけようがないですよね。ステッドガーはドイツのブランドなんですが、この92525は
ドイツ製ではなくて、ステッドラー日本が企画、製作、販売する日本市場向けだけに作られた商品になるんですよね。そのためか、日本人にもすごくよく馴染むメイドインジャパン品質のシャーペンになっていると思います。というわけで、プレミアムライン部門の第1位はステッドラーの92525でした。第1位に選出されたステッドラー92525はこれから最終決戦へと駒を進めていきます。僕が選んだこの1本、ぜひ応援してあげてください。以上、黒田長政でした。いやー、楽しかった。はい、というわけでプレミアムライン部門でした。波乱の展開がありましたね。続きまして、ラグジュアリー部門のシャーペンランキングの発表です。島津さん、お願いします。さて、ラグジュアリー部門はこのわし、島津義弘が担当する。薩摩、大隅を有する島津家17代当主じゃ。こう見えても戦場では鬼島津と恐れられたものじゃ。さて、ラグジュアリー部門は価格1800円以上のシャーペンを対象としたランキングになっておる。これくらい金額が高くなってくると贅沢品じゃから、実用性よりも趣味性が高くなってくるかもしれんな。それでもランキングを見た人が欲しいと思ったら気軽に買えるものを推薦しようと思って、6000円以下の商品だけに的を絞って集めておる。舶来品も多く入っていて、きらびやかな印象になっておるぞ。まさに所有しているだけで満足感が得られるラインナップと言えるじゃろう。シャープペンシルランキング、ラグジュアリー部門トップ12。第12位、パーカー、ジョッター。まずは英国王室御用達のブランドパーカーから名作ジョッターの登場じゃ。パーカーは表向きはイギリスのブランドという名目で売っているが、イギリスには会社の実態はなく、現在は事業所がスイスにあり、資本はアメリカ、製品はフランスのウォーターマンの工場で製造しておる。手に触れただけでわかるノーブルな質感と端正なシルエットは、さすがは世界のパーカーと言わせるものがあるの。第11位、ロットリング600。ドイツ初の製図ブランドロットリングを代表する商品がこれじゃ。製造国は日本じゃ。胴軸とグリップに金属が使われており、線を引くときローレットグリップががっしりとホールドしてくれる。世界中の設計者が愛用する真っ黒のボディと赤いリングが渋い一品じゃな。第10位、ペンテル、オレンズネロ。世界で最初にノック式シャーペンを作ったペンテルが、その技術の粋を集めて作り出した究極のシャーペンじゃ。自動芯出し機構を備えており、1回のノックで芯がなくなるまで書き続けることができる。まるで魔法のような商品じゃ。樹脂と金属を混ぜ合わせた特殊材質も素晴らしい。第9位、ロディア、スクリプト。フランスのノートブランドロディアによるシャーペンじゃ。これも日本製じゃ。ヘアライン加工されたアルミニウムのボディがクールじゃな。やや小ぶりながらも六角形の軸は非常に持ちやすく、ガイドパイプは細くて視界も良好。製図にも適したアイテムになっておる。第8位、ステッドラー TRX。 これはドイツのクラフトマンシップによって磨き上げられた珠玉の名作じゃ。アルマイト加工された本体の手触りはまるでベルベットのようで、触れているだけで気持ちがいい。人間工学に基づいて設計された三角軸は絶妙に手にフィット。豪快かつ優美な書き味はこのシャーペン最大の武器じゃな。第7位、クロス、クラシックセンチュリー、クローム。アメリカ最古の筆記具ブランドクロスによる高級シャーペンじゃ。これは中国製じゃ。ツイストノック式になっていて、つなぎ目を意識させない。この細身のボディの美しいシルエットとクロームの艶やかな風合いはクロスの伝統と気品を感じさせる。新クッション機構も備えていて、書き味もなかなかユニークなものになっておるぞ。第6位、プラチナ、アフェクションスイッチ、牛本革。
ずしりと重量感があって、しっかりと筆記することができるシャーペンじゃ。牛革が精巧に軸に巻きつけられており、手触りが何とも心地よい。内部ユニットをボールペンのリフィルに交換することができるから、学生の時はシャーペンとして使い、社会人になってからボールペンに変えるといった使い方もできる。一生共に付き合っていける筆記具じゃな。第5位、ファーバーカステル TK ファインバリオ L。 1761年から続く世界最古の筆記具ブランド、ファーバーカステルを代表するシャーペンがこれじゃ。ドイツの名門ブランドとはいえ、この製品も実は日本製じゃ。使い心地は日本のシャーペンの書き味に非常に近いものになっていて、馴染みやすいじゃろう。長身のボディはまるで鉛筆のように持て、筆記用と製図用のモード切り替えができるのも特徴じゃな。回転繰り出し式の消しゴムも使い勝手がいいぞ。第4位、カベコスペシャル。ドイツの老舗ブランド、カベコの定番シャーペンじゃ。あまり知られていないことじゃが、実はこれも日本製なんじゃぞ。何も足さない八角形のシンプルなノック式ペンシルのフォルムは、あれやこれやと付加価値がついた他のシャーペンにはないラグジュアリーな雰囲気を醸し出しておる。このノック感は、音といいレスポンスといい、使うものをうっとりさせ、至福の喜びをもたらしてくれる。高価じゃが、決して買って損をしたとは言わせない一品じゃ。カベコスペシャルが1位だと予想した人も多かったじゃろうが、そうはいかないのが文録チャンネル。さて、ここから面白くなってくるぞ。これ以降は紙シャーペンの領域じゃ。第3位、トンボズーム707。トンボは国内ブランドの中では特にデザインに力を入れてるブランドじゃが、ズームシリーズはトンボの代表ブランドともいえるものじゃ。世間をあっと驚かせる奇抜なデザインの筆記具をこれまで数多くリリースしてきたが、ズームのハクビといえば707じゃ。極限まで細くしたこのボディからは想像できないほど、しっかりとした剛性感のある書き味を楽しめる。この見た目は使えば一瞬で周囲の注目を浴びることじゃろう。まさに使うことの喜びを与えてくれる嗜好品じゃな。第2位、ラミーサファリ。ドイツの高級デザインブランドラミーの筆記具は外部デザイナーに設計を依頼しており、出す商品はいずれも機能性に優れたかっこいいものが多いが、その中でも最もとっつきやすく人気のある商品がこれじゃ。バウハウスの精神を体現したデザインは時代を超えて愛されておる。そしてこの独特の書き味は日本製のシャーペンとは一味も二味も違う。癖になること受け合いじゃ。そしてラグジュアリー部門、堂々たる第1位の発表じゃ。第1位、パイロット S20。 やはりこれじゃな。この手のランキング企画では必ずと言って上位に入ってくるパイロットの傑作中の傑作じゃ。 S20 は製図用シャーペンのシリーズで、軸素材が木材となっておる。その持ち心地、書きやすさ、見た目の美しさ、筆記体験、全てにおいて完璧とも言える。使い込むほどに経年変化していき、筆記具に対する愛着が増していくところも大きな魅力じゃな。以上じゃ。ラグジュアリー部門の第1位は大方の予想通りパイロットの S20 という結果じゃったな。さて、第1位の S20 はこれから最終決戦へと駒を進めることになる。最終決戦でもこれは比類なき働きぶりを見せてくれるに違いあるまい。結果が楽しみじゃ。以上、島津義弘でした。また会おう。はい、というわけでラグジュアリー部門でした。海外ブランドも入り乱れてゴージャスな戦いでしたね。最後に審査員特別部門の発表です。審査員長、よろしくお願いします。はい、審査員特別部門ということで僕が登場するんですけど、特別に1本だけね、1本だけシャーペンを選ばせていただきます。その1本っていうのはね、僕が最も好きなシャーペンなんですよ。あらゆるシャーペンの中で僕が一番気に入ってるシャーペン、
その一本を審査員特別部門の一本ということで推薦という形で選出させていただきます。はい、その一本というのはね、もう本当にすごい一本なんですよ。何しろね、10の評価軸で今回ねシャーペンをいろいろ選出させていただいたんですけど、10の評価軸ね、全てにおいてですよ、全てにおいて平均点以上を獲得したシャーペンが唯一あるんですよね。そのシャーペンを審査員特別部門の代表ということで選ばせていただきました。じゃあその1本というのは何かと言いますとね、はい、その1本というのがこれなんですよね。ペンテルのケリーですね。これを審査員特別部門の代表商品ということで選ばせていただきました。これね、本当にすごいんですよ。まあ、シャーペンなんですけど、まあ、まず歴史が長い。1971年から続いてるんで、すごい歴史があるんですよね。で、これの面白いところは、ね、こうね、キャップ式なんですよね。これでね、こう、カチカチカチってやって、これで筆記ができるというものなんですけど、まあ、この見た目のかっこよさもいいですし、すごくね、重量感とかもね、ちょうどよくて、持ちやすいですし、あとね、書き味がね、もうたまらなくいいんですよね。すごくいい書き味してるんで。だからね、これはね、ほんとね、すべてにおいてね、火の打ちどころがない。使っていて楽しいですし、もうね、これ以上のものはね、僕ね、存在しないと思うんですよね。だから僕はこれを一押しします。というわけでね、こいつを、ね、最終決戦の方に、持ち出したいと思います。というわけでね、こいつがね、最終決戦でどれぐらい検討するのかっていうのをね、僕もすごく楽しみなんで、審査員特別部門はペンテルのケリーということで、選ばせていただきました。はい、じゃあスタジオの方お願いします。はい、というわけで審査員特別部門でした。これにて各部門から1本ずつ代表シャーペンが決定しました。いよいよこれから最終決戦へと進みますが、どうなることやら楽しみですね。ここでお知らせです。文録チャンネルでは万年筆からボールペン、シャープペンシル、ノートなどなど、たくさんの文房具情報を日々発信しています。チャンネル登録がまだの方は今すぐチャンネル登録をお願いします。最終決戦、はい、ということで最終決戦に進出した5本のシャーペンの中から王者となるシャーペンを決めたいと思います。最終決戦に進出したシャーペンはゼブラ、カラーフライト、ユニ、クルトガ、ステッドラー、92525、パイロット、S20、ペンテル、ケリー、以上の5本です。王者を決める方法ですが、最後はやっぱり文録チャンネルの大切な視聴者の方に決めていただきたいと思っています。実はチャンネル登録者の方500人に事前調査していまして、すでに結果が出ています。さあ、シャープペンシルランキング2022、その王者に輝いたのは、ユニのクルトガでした。拍手。こちらがその調査結果です。な、だから言っただろ、クルトガが一番だって。他のシャーペンの実力も認めるけど、総合的な評価ではこれに勝るものはなかったってことだね。お見事。カラーフライトはだいぶ分が悪かったと思うけど、ハンデをつけてもこの結果ということなら負けを認めるしかないね。クルトガの強さは誰もが認めるところだからね。ステッドガーはローレットが痛いという人もいるから票が割れたのかもしれないですね。クルトガは正直僕も含めて筆記感が苦手という人が多いシャーペンだと思うんですよ。それでも好きな人の方が多かったということですか。あるいは対抗馬のドクターグリップが入ってない分、学生票がクルトガに偏ったとも考えられないですか。あとハンデつけすぎじゃないですか。どうなんですか。納得できないな。S20 は決戦にこそ敗れたが、ハンデさえつけなければ得票数では圧倒的な1位じゃった。熱心な文房具ファンには人気の高いペンシルであることに間違いはあるまい。
しかしユニのクルトがあっぱれじゃ。それでは審査委員長、総評をお願いします。はい、というわけでね、王者に輝いたのはユニのクルトガでしたね。まあ僕はね、やっぱりね、僕はこのケリーが好きなんで、これがね、意外とね、票が伸びなかったのはね、ちょっと残念だなというふうに思いましたね。結構ね、シャーペンつったらね、ペンテルのね、ラインナップはね、結構ね、みんな好きなやつ多いと思うんですよね。50本ね、シャーペン出てきましたけど、その50本以外にもね、皆さんの好きなペンテルのシャーペンとか結構いっぱいあると思うんで、このペンテルね、ケリーだけになっちゃったっていうのはね、ケリー1本だけでね、最終決戦戦わなければならなくなったっていうのはね、結構部が悪かったかなっていうふうに思うんですよね。今回ね、やっぱこれなんですよね、 S20 得票数ではね、これが一番良かったんですよ。ただね、これとね、ゼブラのカラフライト、これがね、同じ土俵で戦うっていうのはね、考えられないんですよね。だからね、やっぱりハンデをつけて、このカラーフライトは値段安いんで、 S20 は値段高いんで、やっぱりね、値段の差がありすぎるんで、この S20 はね、どうしてもね、ハンデをつけないとこのカラーフライトとね、一緒に戦えないんですよね。そういうこともあって今回ハンデをつけたんですよ。まあそしたらね、結構ね、ハンデが効いて、 S20 ね、そのハンデで負けてしまったっていう感じなんですよ。でもやっぱりね、今回投票してくれた方の多くの方がね、 S20 が一番好きだっていう風にね、入れてくれてたんで、やっぱりね、 S20 ってね、これ本当にすごいシャーペンなんだなっていう風にね、改めて思いましたよ。でやっぱ木軸っていうところもいいですよね。でこれね、ステッドラ、まあ海外勢で唯一ね、これだけが最終決戦に残ったんですけど、僕はこれすごく好きなんで、これが入ってきたのはやっぱ嬉しいですよね。今回はね、ちょっとね、 S20 も入ってたんで、そっちの方にね、票が行ったのかなっていうふうに思いますね。製図用シャーペンとしてはね、だいぶ頑張ったと思います。でもね、やっぱりこれですよ、クルトガですよ。やっぱり日本の技術は世界一だっていうことをね、これが示したっていうね、その功績はね、とても大きいんで、やっぱりこれが王者に輝いたっていうのはね、必然だったと思います。これが王者になって、まあ僕はね、納得のいく結果になったなというふうに思ってます。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。最後に皆様にお願いがあります。高評価でも低評価でもどちらでもいいので、評価ボタンを押していただけないでしょうか。皆様の評価は今後の動画制作の参考にさせていただきます。今日の動画楽しんでいただけたかな。よかったらご意見ご感想をコメントしてくださいね。動画が好評ならまた俺たちが出てきて、いつでも文房具を紹介するからな。文録チャンネル、これからもよろしくな。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。